はい、皆さんこんにちは。もんまみきです。今日は8月11日山の日に撮影しています。クラウドファンディングの進捗状況をお話ししたいなと思います。8月11日14時現在の実績は銀行振込44,833円、クラウドファンディングでのご支援が54,500円、合計99,833円で、達成率は 16% です。温かいご支援本当にありがとうございます。拡散のお手伝いも本当にありがとうございます。で、今日お話をしたいのが当日のイベントについてなんですけど、YouTube をいつもご覧の皆様は私のこととか生い立ちとかいろいろご存知だと思うんですけど、イベント会場では初めましての方もいらっしゃるし、 YouTube ご視聴じゃない方もいらっしゃるので、自己紹介と生い立ち、あと自分の線維筋痛症のことお話をまずさせていただいて、彼女が教えてくれたことの作品の視聴をしながら、皆様と意見交換をしたり、コミュニケーションの場にしたいなって思っていて、そんなね、重たい講演会っていう感じではないかな。ちょっと皆様と交流を深められる場になったらいいなと思ってます。ね、コロナも落ち着いたのでね、いっぱいお話ししたり握手したり写真撮影して、イベント終わった後も関係が続くようにしていきたいなって、それで日本の福祉がより良くなっていくようにするイベントにしたいと思ってますし、あとは5年前のクラウドファンディングからだいぶ年月が経って、私もいろんな経験をしてきたので、当時より伝えたいことがいっぱいあったり、当時伝えたかった内容よりもちょっと深いものになったりしてるんで、当時はなんかこういろんな企画をごちゃ混ぜにしたイベントだったんですけど、そういうのはもうやめて、シンプルに動画の視聴とその先にあるものを一緒に考えていく感じにしたいなって思いました。というわけで、とてもシンプルだけど皆様が知りたいこと、求めてることを一緒に考えていけたらなと本当に思っておりますので、このクラウドファンディングをまずは達成して、新大阪で多くの方にお会いできるのを本当に楽しみにしております。今現在の考えでは、イベントの入場料は無料なんですけど、ちょっとクラウドファンディングの達成率によっては、ご支援者様は無料で、そうじゃない方は少し有料になるかもしれません。とりあえず、まずは今は、クラウドファンディングの達成を第一優先に頑張っております。
それではまた、進捗を動画配信でお話ししたいと思っております。9月19日最終日まで温かいご支援をどうぞよろしくお願いいたします。それでは今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。失礼します。